はい、始まりました。玉那覇直也のパイロットになろう。この番組はパイロットになりたい、航空業界に就職したい航空ファンの方々の番組です。国内初の日本人 FA 試験官が熱血指導する FSO パイロット留学アカデミーの提供で、コミュニティラジオ FM 宜野湾と FM 宮古から放送しております。今日は収録放送でお届けをしております。なので、リッスンラジオ、地上波では音声のみ、YouTube では動画放送でお届けしております。いつものようなタイムリーなコメントやご質問にはお答えできませんが、番組へのご感想などはメールで受付しております。メールアドレスは797@fmginowa.com です。さて、11月は国内航空会社のピーチアビエーションの特集でお届けしております。第1回目は空飛ぶ機長の角上副社長に、2回目は私、玉那覇の元同僚という瑞慶山副操縦士に、そして3回目は客室乗務員の藤井さんにスタジオにお越しいただきました。今日はピーチの OD の中曽根さんにご登場いただきます。実は私は中曽根さんとは非常に縁があるんです。約30年前になりますが、お互いパイロットを目指して座学を始めたのも同じ頃、渡米するのも同じ日、飛行機も同じ、現地のスクールも同じ、スクールの寮の部屋も同じ、フライト開始も同じ日という縁があるんです。その当時の話、そしてその後のお話、そしてピーチの今のお仕事の話を今日はお聞きしたいと思っております。それではお楽しみに。して参りましたよ。はい、よろしくね、今日は。じゃあ、一応番組始まった時に呼び捨てでいいよねって聞くから、いいって言ってね。いいよって言うから。声大丈夫？聞けてる？大丈夫ね。あ、なんか逆に今度は中曽根の声が聞きにくくなったな。聞きにくい、聞きにくい。大丈夫かな？今大丈夫？今大丈夫？大丈夫。ちょっと迷おうかじゃん。そうだね。マスクしてるから、やっぱりちょっとね、聞きにくいところがあるからさ。聞き取りが悪いかもしれないね。今、部屋は、あ、そうか。まあ、会社だもんね。マスクしないとね。会議室よ。会議室。みんな出して消毒してマスクはげたから。会社的に良ければ、みんな出して。部屋には誰もいない感じ。部屋はまあ誰もいない。だったら大丈夫だ。いや、30年前のあの時代の話をするのは、あんまりしなかったもんね。っていうか、会わなかったもんね。今初めてじゃない？ 自そう分だで。よね。そうだよね。ちょっと、これ自分たちの記録にもなるぜ。なるなる。なねえ。るよ。あの時どう思ってたのかっていうね。打ち合わせなしなんで、なんか変なこと聞かないでよ。どんな話が出てくるのか。はい、あと10秒ね。はい、お待たせいたしました。すいません、CM 中にもいろいろちょっと打ち合わせしてましたね。では、早速ゲストをご紹介したいと思います。ピーチアビエーションの OD の中曽根さんです。おはようございます。おはようございます。中曽根です。オーディオしております。中曽根と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。OD ってそもそも、すいません、どういう意味でしたっけ？オペレーションダイレクターって言いましてですね、ダイヤ統制っていう、飛行機が遅延したり、それを回復させたりっていう仕事をしています。わかりました。なんか大変そうな仕事だなっていうのをいっぱい聞きたいんですけど、個人的にはですね、冒頭話したように、30年前のあの日が私、蘇ってきてですね。で、しかも、今日話をするのが、実は20年ぶりという、そうですね。これの期間が空いてしまったので、冒頭話したように、まあ、ちょっとその辺の話もしたいんですけど、
視聴者の皆さんにちょっと、一つだけ、確認というか、ちょっと中曽根さんにお願いしたいんですけど、実はもう、そう、30年前からのすごく親しい仲なので、前々回の、月山副総司と同じように、ちょっと呼び捨てで呼んでよろしいですかね。あ、もう全然 OK ですよ。呼び捨てがいいです。俺が中曽根さんやったら多分、なんかおかしいと思ってるでしょ。じゃあ、リラックスして今日お話したいと思います。じゃあさ、本当にそもそもこの30年前の話に戻っちゃうんだけど、お互い全然別々のところも沖縄本島で絶滅進んでて、で、たまたまね、本当にタイミングよく、沖縄の枯川さんってところで連絡をして、事業が始まったんだよね。そうですね。本当にそのタイミング、あの時、お互いどんな印象だったの？浜田さんはね、あの時すごい筋肉質だったでしょ。すごいキレキレで。ママじゃないと言わんばかりの。すごいね、もうキレるな、この人っていうイメージだったよ。すいません、打ち合わせないこと聞いてしまいました。自分の印象はね、もう一番最初話した時から、本当に飛行機が好きっていうのをもうブワーって来てたのよ。もうとっても飛行機が好きで、もう乗りたくてっていうのが来てて、俺も乗りたいけども、この人、俺の方も乗りたいパワーすごいかもと。ただ、そんな気持ちがあるから、授業を受けてても、楽しかったんだよね、お互いで確認して。これやられないんですよ。というとこから始まったんだよ、あの時ね。カデカラさんにもいろいろお世話になって、走ってほら、もう本当にそれこそ30年前だからさ、インターネットもないし、シミュレーターもないし、教科書とかも、あれなんだ、ホワイトボードかなんかで書いて。そう。本当にね、楽しかったですよね。飛行機のこと一つ一つ習うのがね、本当に楽しくてね、あの時は本当に嬉しかったですね、毎日が。本当よね、初めて見る教科書全部英語なんだけど、なんかワクワクしたの覚えてない。で、教材として買ったさ、E6B コンピューターとかプロッターとか見てさ、意味わからんけど、なんかかっこいいなって思うかった。そう。銀色に輝いてね、ある意味で。かっこよかったよ。ねえ。でも、チャートもほら、アメリカのチャートで、意味わからんけど、なんかかっこいいなって感じ。アメリカ行ったこともないのに。行ったことない。で、あの時さ、授業、ほら、本当に夜とか起きてたでしょ、一緒に。で、いっぱい多分質問したと思うんだけど、自分一回、授業を受けてるときに、そのチャートにさ、チェックポイントのマークがあって、旗の。あれをね、一生懸命説明してくれたんだけど、多分中曽根はすごい、なるほどって、そばで、なるほどって理解してるんだけど、俺どうしても理解できなくて、こんなしてたら、風倉さんが、どうしたって、このフラッグって、どのぐらい大きいんですか？空から見えるんですか？って聞いて、二人が、いや、友達これ、見えないとか言って、いうのをね、そんなバカなこと質問してたなと思って。本当そうですね。ただ、楽しかったよね。あの時、本当に。そうですね。本当に楽しかった。飛行機のこと何一つわからないで言って、もう叩いていったから、一つ一つ習うのがね、本当に楽しかったですよ。まあ、そうやって、数ヶ月間かな、一緒に沖縄で勉強して、じゃあもうアメリカに行こうと。で、飛行機も一緒に行って、もう途中はもう全然覚えてないんだけど、なんか、もう多分、浮き足立ってたのかわからんけど、着きました。ね、そしたらアメリカの、ね、アメリカについてフライトスクール行きましたよ。ね、多分ラジオ聞いてる人だったら、あの人有名なんで分かると思うんだけど、知能にあるか、柳田さんね。もうね、自分たちがイメージするパイロットのイメージからかけ離れてる人でしたよね。いや、思わんかった？おお、思いましたよ。もう、これ共感ですかみたいなね、本当に。あの時、前日飲んで二日酔いかなんか出てきたんじゃないの？
まあ、そんなことがありながらさ、あそこの寮に入ったじゃない。うん。同じ部屋。よく覚えてますよ。うん、同じ寮、同じ部屋。同じ部屋ね。ベッドは違うけどね。食事も作ってね、こといこと。そうそうそう。食事もみんなで持ち回りでね、うん、やったもんですよ。で、あの時ってさ、みんな考えるのが大変、うん、俺料理なんかあの時多分したことなかったから、なんか作ったの覚えてるんだけど、食べたみんなが玉名さんこれ何ですかって言われて、私も分かりませんって。一緒です、一緒です。一緒、一緒。あの時って、一つのアパートっていうか部屋に、スリーベッドグループ、スリーベッドルームぐらいあった気がするんだけど。うん。3名か4名で寝てたね、あの時ね。うん、だよね。まあ、そうやって訓練が始まりましたよ。一番最初のフライト覚えてる？覚えてますよ。もう忘れもしないですよ。あれ、確かじゃんけんで何かでやって、うん、中曽根が最初に飛んだのよ。そう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 。で、あの時って、うん、まあ2番目だけども、まあ後ろに乗って飛行機見れると思って、ワクワクしてる、うん。で、実際中曽根操縦桿握って、柳田さんと一緒に飛んでいったでしょ。うん。どうでしたか、最初のフライトは。いや、もう、感動でしたね。もうやっと乗りたかった飛行機に乗れたっていうのと、一番最初に感じたのはね、飛行機ってこんなに言うこと聞かないんだなと思いましたね。車だとね、切った分だけ自分のイメージ通り曲がっていくけど、飛行機はね、風に流されて大きく膨らんだり、ショートカットしたりするじゃないですか。もうあれがね、非常に、こんなに言うこと聞かないんだ飛行機っていうのを最初はね、思いましたよ。一番最初の印象がそれだったね。そうか。うん、そうだったんだ。多分ね、うん、その話を聞いたかどうかは覚えてないぐらい、自分後ろに乗ってて、うん、もう飛行機なんか乗るもんかと思ったの。なんでかって言ったら、初めての飛行、小型飛行機で後ろに乗って、うん、で、なんかその柳田さんと一緒に飛んでいきました。うんうん、で、確かに最初、おおって、おおなんだけど、うん、一発目のレッスンでなんかさ、ストールとか知ってたわけよ、多分。やっとよく覚えてるよ。いや、ストールしてるわけ。で、後ろに乗ってても、うん、なんか、すごい状態になってるのが分かって、気分悪くなって、うん、で、今中さんが言ったように、ほら、空中ではこうだった、あだなんか分析して飛んでるから、終わったら楽しかったんでしょ？うん。うん、楽しかった。1時間乗って帰って、ね、もうめちゃめちゃ楽しそうな顔してるじゃん？うんうん。こっちからしたら、嘘だろうと思って。うん。なんだったの今のフライトと思って。もう、で、はい、交代って言われて。で、今度中瀬が後ろ座って。自分が前座って、はい。もう、あの瞬間を覚えてるわけ。このギャップが激しかったから。で、教官がね、行けってこうやるんだけどさ。うん。同じことやったんで、ストールとか。うん。そしたらなんか後ろからストールのリカバーの時にか知らんけど、なんかその後ろでギャーってなんか叫んでたりとか、後ろから物が飛んできたわけ。うん。で、俺、なんかその後ろから殴られたと思ったっけ、最初。ストールのリカバーした時にめちゃめちゃやって、後ろから物が飛んできたわけ。うん、で、俺、なんかそれ殴られたと思って。よく覚えてる、それ。でしょ？覚えてる。うん、コンピューターとかね、教科書がね、飛んでいきよったもん。いや、だから殴られたのよ、俺、頭。で、すいませんでした。ただ、自分でやってるから、自分でやってるから、面白いんだよね。うん、そうなんですよ。多分同じ感覚だったんだなと思って。うん、で、降りてきました。うん、そしたら、こっちは楽しかったって言う前に中曽根が玉野さんの飛行機絶対乗らんって言ってた。っていうのをもう覚えてるの。あ、そう。いや、僕全く覚えてないな。そこがいいね。玉野さんの飛行機絶対乗らんとか。
でもそれからさ、結局訓練毎日一緒じゃん。そうでしたね。そうね。毎日一緒だったね。朝も、ハンガーに行くのも一緒だったし、運転も交代交代していったしね。要は誰が最初に乗るか後に乗るかの話で。ね。ねえ。いやー、なんかアメリカの訓練ってその時本当楽しい思い出しかないんだよね。そうですね。まあ実際アメリカの訓練、こう一緒に飛行機を乗りたいと思ってアメリカ行きました。まあ自分の中に、まあ最初のフライトしか話してないけども、その後の、訓練って、どういう思い出が、いい思い出があります？やっぱりタッチアンドゴーするときね、やっぱりすごく充実感がありましたよね。その前にね、もうイメージフライトで夜寝ないぐらい、もう明日はタッチアンドゴーで、ちょうどね、コロナの空港で、07のランウェイ、25のランウェイ、両方でこう、上昇経路回るのをもうイメージして、それからタッチアンドゴーするときにね、やっぱりイメージ通り行ったときは楽しいけど、もうイメージ通り行かなかったときはなんでかなと突っ込んだりね、やっぱりそういうものの繰り返しだったね。部屋でね、遅そくれはまでもう話し非た常もんに印ね。象深いです。ああ、よ楽くし終わっかったです。たって。なんか本当にその時間はめちゃめちゃ貴重だったなと思って。まあ、そうやってさ、お互い訓練しながら、大変なこともあったじゃん。ありましたね。どんなことがあっ て、そうね、一大変番、なことは。やっぱりもう何回も壁に当たりましたけどね、やっぱり一番壁に当たったのが、自分がこう、パイロットに本当になれるのかなっていうぐらいまで思ったのが、やっぱりソロに出た時ですね。ソロフライトに出た時にね、みんなもうすごい楽しかったって言って帰ってくるイメージがとっても強くて、で、ソロに出たらね、本当に T シャツ、本当にね、破ったりとか、いろいろ当時はね、あったんだけど、やっぱり僕は、ソロフライトしてた時に、やっぱりね、恐怖心の方が強かったんですよ。で、恐怖心、今、ここで、エンジンフェイルしたらどうするかとかね、いろんなことを考えてしまう自分がいて、そうすると、ね、それがね、本当にそういう時になると、パニックになったりするからね。だからそれは本当にパイロットとして合うのかなっていうのは、そこからやっぱり自分としてはね、自分のその資質っていうのに疑問持ち始めまして、もう一番の壁はそれかな。だけど、それでタッチアンドゴーした時に、うまくいった時の本当にそのやったっていう気持ちはね、本当にもう何者にも代え難いなと思って、今でも飛びたいもん。多分ラジオ聞いてる人は何のことやと思うかもしれないけど、考えてみてくださいね。私たち、ずっと訓練がもう朝から晩まで一緒で、まあ、一日飛んでるわけじゃないんだけど、一日ずっと同じ時間を共にして、で、家帰ってきたら、まあ、ご飯食べてもずっと部屋で一緒で、今日はああだった、こうだった、どんな風にした方がいいっていう中で、ね、その中で、今の気持ちも自分は聞いて、じゃあどうするっていう話でね、お互い、なんだろうな、励まし合いながらというか、やってたのは覚えてるな、あの時。すごく悩んでるのも見てた。本当にで、仲間っていいですよね。こうまあね。ね、訓練は絶対仲間で、一人だったら無理じゃないかなと思うけど。無理だと思う。本当にそういう意味ではすごく助けられたし、我々二人だけじゃなくて、その中には他の人もいっぱいいたからね、あの量はね。みんな先輩だから、こんな風にしたらいい、あんな風にしたらいいよってね。で、結局なんかその結局あの時に、そういう感情が芽生えて、その後どうしようって思ったって、その感情の変化をちょっと、聞かせてもらおうかな。そうですね、やっぱりそういうふうにしてるときに、自分の本当に大事な人とか乗せてるときにね、そういうふうにしてなったら、本当にこの飛行機降ろせるかなっていうのを考えたんです。やっぱりね、突き詰めて考えると、冷静に本当にできるかなっていうのは疑問があったので、もう飛行機から降りようかなっていうふうに思いましてね。で、それでもう、それだけ訓練してたので、やっぱり意地でも
免許までは取りたいと思って、自家用免許までは取らせてもらいましたけどね。まあ、その後、まあ、あと、やっぱ地上でも、やっぱり飛行機好きなんで、飛行機に携わる仕事したいなっていうのはずっと思ってまして。うん。で、そうやって。で、その後、まあ、その後、まあ、沖縄に戻ってね、琉球エアコミューターという、まあ、会社に、まあ、募集があったもんですから、まあ、そこに、入って、行きましたけどね。はい。その時に、琉球エアコミューターに入って、最初のお仕事っていうのは、どういう仕事だったの？まあ、運航管理の補助者っていうもので、当時、運航管理者っていうのはなかったんですけどね。まあ、ディスパッチの補助っていうところで、その、まあ、まあ、天気を分析したり、飛行計画を作ったりっていうことをやってましたね。うん。ウェイト&バランスでね、重心位置を出したり、やりましたよ。でもほら、やっぱり本当乗りたかったけども、自分の中で自己分析して、これは地上での仕事にした方がいいと思って、でもそれでも着いたところが、着陸したところが、航空従事者になるわけじゃない？運航管理者補助、はい。やっぱりそのあたりは充実感はあったんじゃないの？ありましたね。すごく、その予報した天気とかね、それから、やっぱりパイロットさんが帰ってきて、今日はありがとうって言われた時がね、やっぱり一番嬉しかったですね。で、お客さんもね、やっぱりその、笑顔がね、見えると、本当に安全に届けたなっていう、そういう実感はやっぱりすごくありましたよ。うん。でも実際さ、やっぱり、確かにアメリカで免許も取ったけど、この日本の運航管理者とか、日本の気象っていうのはやっぱりアメリカと違うので、戸惑わなかった？すごい、戸惑いましたね。やっぱり、まあ、沖縄の場合はもうね、入道雲、まあ夏場入道雲がすごく立ち上がるし、その周りではだいぶ揺れますしね。うん、で、カリフォルニアではね、なんかそういうこともあんまりなかったので、もうこれ全然違うなと思ってね。それはね、とっても勉強しましたよ。うん。ああ、気象が違うんだよね。確かにね。うん。うん、逆にそのアメリカでもカリフォルニアのね、自分たちが飛んだところって、まあ、ほぼ砂漠みたいなところだったんだけど、うん、今でもさ、やっぱりアメリカに行って免許取って、で、日本に帰って書き換えってする人いっぱいいると思うんだけど、うん、中曽根からしたらその気象をずっと日本のね、帰国した後ずっとディスパッチャーとして見てきたと思うんだけど、アメリカにいるときにさ、これは勉強した方がいいよみたいな、もちろん気象は一緒かもしれんけど、なんか、うん、日本に帰ってきた時のためにみたいな。難しい質問だな。簡単に説明してね。どんな勉強した方がいいのかなって。うん。やっぱり日本で飛ぼうと思うんでしたらね、やっぱりその日本の天気の変化っていうのはやっぱり前もって知ってた方がいいと思いますね。やっぱりその海に囲まれてる。アメリカはね、比較的カリフォルニアとかに近いけど、大陸性の気候なんでね、その天気の変化が、そんなに激しくはないですよね、時間あたりのね。ただ日本の場合は本当にもう30分後には大雨になってるとかね、もう雷がどんどんなってきたとか、そういったのがありますのでね、一回飛び上がってそこに戻ってこようとしたら大雨だったっていうことにはね、ならないように、やっぱりその天気の解析っていうのはものすごく重要かなと思いますね。だからそこは大陸の天気のその時間の流れと、やっぱり日本の天気の流れっていうのは全然違うというイメージがすごく強く持ちました。だからそこは勉強してた方がいいかなと思うね。うん。なるほど。ありがとうございます。急に降っちゃいましたけど。緊張するな。飛行機は、まあ、さっき言ったようなウェイトのバランスとかさ、重心して言ったんだけど、まあ、我々がそのアメリカでやったのっていうのは、ほんと、高々がほんのちっちゃい4人乗れる飛行機のさ、パッセンジャーもせいぜい、ね、2人とか3名ぐらいの分でしょ。ところが、仕事をしたら、まあ、その量たるや、範囲が広いし、基本一緒かもしれないけど、やっぱりその辺は戸惑いはなかったの？いやありましたよ。ただ、まあ、基本はね、やっぱり、セスナーと一緒だから、うん、そこは、すごく勉強になりました。アメリカ行ってた時の、その、ウェイト&バランスの、出し方っていうのは。
やっぱりあれが基本なんでね、大きな飛行機でもやっぱりそれは変わらないので、うん、だからやっぱそこはね、すごく重要なものなんでね、やっぱり外せないところですよね、ここはね。うんでも運航管理者ってさ、この番組でもいろんな人に出てもらったんだけども、運航管理者募集って出てるの、航空会社で。まあ今そうですね、まあ今のそうですね、今の時期っていうのはあんまりまあないですね。まず資格、国家資格持ってないといけないので、その資格を持っている対象ですね、なかなか募集っていうのは出ないのがまあまあ多いですね。だってこれって普通会社に入って、赤曽根みたいに補助をしながら、資格を取ってっていくものだなと思ってたときに、資格を持ってないとって、そもそも資格取れないよね、一般の人が普通に。そうですね。まあ、航空会社に入って3年間、その地上で、実務をこなせないといけないんですよ。うんうんうん、でその実務をこなしながらその学科試験をね、取って、でこれが5科目かなあるけど、これを全部取ってそこから実技試験の申請をして、で実技の試験に入っていくんですけどね。だから足掛け、まあ、5年ぐらいはやっぱかかりますね。でそこで育ててもらって、まあ、現場に運航管理者として出ていくような感じですね。まあ、そうやってまあ、会社で補助で何年かかけて免許を取って、前職でディスパッチャーをしてたわけですよ。ね。そうですね。これまでが、実は今はピーチ特集とはいえ、すいません。私と中曽根の完全に個人的な30年前のおしゃべりになってしまいましたが、思い出話に花が咲いてしまいましたが、一回 CM を入れてですね、後半は、その、今ピーチで、一番最初何をしてたのかなっていうのも聞きながら、で、冒頭聞いた OD、オペレーションダイレクター。はい、多分一般の人も私もちょっと聞いたことないんで、そういったお話を一回 CM に入ってから、CM を入れてから後半聞きたいと思いますので、はい、じゃあ一回 CM 入ります。はい、こんな感じでどうでしょうか？硬くないかな？大丈夫ですか？いや、前半かなり普通の話してたけど大丈夫じゃない？本当ね。でも一番最初のフライトって本当に後ろから物飛んできたよ。すいませんでした。あれね、本当にストールした時でしょ？ストールで、リカバーした前にドンと飛んできた時。そうそうそう、あの時ね、後ろにあったものが全部飛ぶのもう僕分からなくて、抑えきれなかったのよ。手で抑えきれなかった。もう自分の体だけはシートベルトでね、押せるぐらいガンって言ってたんだよね、あれね。このぐらいドンって押してたから、そうそうそう。だからあれね、僕の体も飛ぶかなと、実際あの時思ったよ。あ、確かにこの辺なんかそんな顔があったもん。いや、俺、あの時、初めてのフライトでしょ。うん。教官に言われた通りにやったもん。ストール、そうだよね。リカバーの時に押せって言われたから、うん、多分全部押した、うん。うん。だからもう、目の前に見えるの地面なの。どうして？よく覚えてる。うん。だから、自分で触ってるから、何の恐怖感もなければ、こう、地面だと思ったら、後ろからなんかババババババーンってきて、で、降りたら、なんかそれからもう、たまの朝の飛行機乗らん、つって。すいませんでした。でもやっぱりあんな動きをすると思わなかった飛行機が。でもね、俺も、うん、こんなして、うん、うん、本当に言われるがままにやったんだけど。そうそうそう。あと10秒。はい。シエマキ10秒。はい。すみません。CM 中にもですね、さっきのアメリカでのフライト話で盛り上がってをしまいましたが、ぜひ YouTube でそのあたりは見てください。じゃあさっき CM の前に話をしたディスパッチャーですよ。はい、ディスパッチャーというね、仕事。まあ、確かにプライベートの資格持ってたから、かなり、それが経験生きたなという話もしてたんですけども、まあ、そこから今、ピーチに転職したわけですよ。
一番最初がディスパッチャー。一番最初。そうですね。そうそう、最初は運行管理者で入りましたね。うん、これ、前職と違って機体も違うし、うん、同じ運行管理者でもやっぱり違う。違いますね。本当に最初は、正直苦労しましたよ。やっぱり。なんでかというと、飛行機のスピードが全然違うんですよ。だから、前職はほとんど、プロペラ機の、比較的ね、スピードの遅い、ダッシュ8という飛行機の運行管理をしてたんですけど、これが、いきなりもうジェットの運行管理になったんで、それも距離、飛ぶ距離が長いですから。何かこうアドバイスをするタイミングっていうのはね、待っていられないっていうか、もうあらかじめ全部準備しておかないと、もう乗員さんの方にどこで揺れますとか、そういったところも準備しておかないと間に合わないんですよね。だからこのスピード感についていけなくて、やっぱり、時速900キロで走ってる、飛んでる飛行機とね、やっぱりちょっとその、慣れるタイミングっていうのがやっぱり非常に苦労しましたね。そうなんで。プロペラ、小型機には小型機のやっぱり難しさがあるんですよね。やっぱりスピードが遅いっていう分、天気の現象にね、非常に左右されやすいところがあるから。そこは非常に難しいのはありますけどね。それぞれに非常になんか難しいところがあって勉強になりましたよ。それはもうその時運航管理者という国家資格は持って仕事してる。そうです、そうです。そうです。持っててもやっぱり機材が違うし、ジェットだからっていうところで。そうですね。やっぱり慣れてきた飛行機が、長らくやってた、10年間運航管理者前職でやってましたけど、その時はやっぱりプロペラの飛行機でしたので、やっぱりそのペースが体に染みてるんですね。ただ、ピーチに入るとですね、やっぱりジェット機なので、それだけもう早いんですよね。こう振り返ってみると、もうここまで飛んでるんだ、進出してるんだっていうね。そういうのがあって、やっぱりそれはね、すごく、最初勉強になりましたね、で、そのディスパッチャーの仕事をしてて、そのピーチで最初の頃も含めて、結局何年ぐらいやってたの、ディスパッチャーとしては。もうトータルでいくと、運行管理の仕事っていうのは20年ぐらいやってますね。その20年ぐらいのディスパッチの中で、思い出に残る、これは大変だったっていう話と、これは良かったなっていう話、この極端な2つ。はい、あと3秒で考えてください。早いな。ラジオなんで。そうですね。いずれにしてもその運航管理の仕事っていうか、沖縄ってやっぱり島じゃないですか。だからその沖縄から出るっていうのは全部飛行機じゃないとできないっていうのがあって、ものすごくその飛行機の重要性っていうのがね、やっぱりその県民である私にとってすごい大事なものだったんですけど、やっぱりその、台風の時とかね、やっぱりそう非常に、今日飛ぶかなって言った時に、ちゃんとついてくれて、お客さんからありがとうって言われた時はね、もう本当にその嬉しいですよね、やっぱりね。で、あと大変だったのがですね、やっぱり沖縄の人なんで雪の経験が小さい時からないじゃないですか。だから足元で滑るとかね、飛行機が凍るとかね、そういった経験がね、やっぱり沖縄から出てなかった分あるんですよ。だから飛行機が凍ってしまうっていうのは教科書では見てたんだけど、飛行機が本当に凍ってるのを見た時にね、やっぱりものすごくびっくりしましたね、あれね。で、やっぱりヒーティングの大事さとかね、やっぱりちょっと本当うちなんちゅうよね、本当にうちなんちゅうの運転する時は本当こんなから、そうそうそう、沖縄オリジナルでね、やっぱりそういうところがね、本当に目から鱗っていうかね、やっぱりこう、一つ一つの基本がものすごく大事なんだなっていうのはね、やっぱりその凍りついた飛行機を見てね、すごい思いましたよね。これが一番びっくりしたかなっていう、これじゃあ飛行機、本当にね、ちゃんと溶かして飛ばさないと、これは本当大変なことになるなっていうのはね、本当実感しましたもんね。沖縄では絶対に考えられないことなんですけどね。そうだね。沖縄あるあるだもんね。だって、最初の話戻るけど、30年前に行った時って言っても、一応渡ったのが12月だったと思うんだよね。12月の頭に行って、でしたね。2ヶ月くらい、ね、いたと思うんだけど、いた。めっちゃ寒かっ
ったわよね。寒かった。覚えてる、思ってる、思ってる。めっちゃ寒かった。覚えてますよ。雪は降ってなかったけど、めっちゃ寒かった覚えでは。うん。あるんだけど、確かにあの。みぞれっぽい。あ、降ってたっけ？そもう記憶ないな。うん、あ、じゃあそういう、まあ、地理的なものというか、あの気候的なものでカルチャーショックを受けたという、なんか普通の沖縄との話をしているような感じがするんですか。そうそうそう。そうやってディスパッチ、でもほら、それからほら、ジェットにさっきね、ピーチに移ってジェットなわけでしょ、うんうん、はい、やっぱりその中で、あの、この拠点が、あ、違うな、今、ちなみに、今のちなみに場所って沖縄？今、関空です。関空の、はい。事務所からですね、今。なるほど、なるほど。じゃあ今、ベースは関空、うん、関空ですね。あ、うん、であれば、もうかなり慣れて、あの、暖かい沖縄から離れて。そうですね。だいぶ慣れました。飛行機の運航も、やっぱり、あの、北は北海道まで行くんでしょ？そうですね。北海道、釧路まで飛んでますからね。南は石垣、はい。あ、南石垣まで飛んでますね、はい。逆にあれじゃない、あの、沖縄のその台風をちっちゃい時から経験してるから、台風の時の弓はバッチリ。まあそうですね、あの、台風、風についてはね、やっぱり台風についてはやっぱりあの慣れてるんで、まああの、大体ね、あの、そのデータとかを見ていくと、大体自分の感覚にフィットしてくるのでね。それはまあ、あの、まあ、慣れてますね。うん、そうか。ああ、なるほどね。うん、今ほら、北は、え、釧路から南へ石垣って言ったんだけども、ね、このラジオって FM 宜野湾って言って、まあ、宜野湾、沖縄県の本島、をベースに発信してるラジオ局なんだけども、はい、沖縄の那覇からだと、ピーチだとどこの路線が今飛んでて、今後どういう路線を、あの、運行予定なのかってちょっと聞かせてもらえますか？うん。今、11月、来年の1月の22日からですね、まあ、名古屋から沖縄石垣という、まあ、新しい路線がね、できますので、また、あの、その路線も非常にね、あの、楽しみな路線だなと思ってます。うん？名古屋から那覇？で、那覇、那覇から石垣、石垣、うん、名古屋那覇、名古屋石垣ですね。あ、名古屋からじゃあ直行で石垣に行くんだ。そうです。あ、ということはじゃあ名古屋の方々が沖縄にたくさん来てくれるということですね。そうですね。はい。逆もあり、あの、那覇に住んでる人、石垣に住んでる人が直接名古屋に行くと。はい、中部圏に行ってますね、うん。え、これはいつからですか？1月の22日からですね。1月の来年、21年の1月22日から、名古屋、那覇、名古屋、石垣便が出ると、はい。はい。それは楽しみでございます。あの、先週の藤井さんにも、あの、告知いただいたんですけども、今、那覇から新千歳に飛んでるというところ、うん、もう、中曽根調子、雪が見たくて飛行機乗って遊びに行ってんじゃないの？本当そうですよ。雪見に行きますからね、みんな。雪見とまたワクワクするよね、この年になってもね。しますね。ねえ、これだけでね。うん。はい。あの、で、それで、ディスパッチャーという仕事をやっていたか、まあ、過去形ね。で、今、冒頭話したように、はい、OD。はい。オペレーションダイレクター。はい。これは何でしょう？まあ、簡単に言うと、ダイヤ統制といってですね、あの飛行機は、あの、一機の飛行機で、まあ、あの、千歳に行って、千歳からまた、今話があったように沖縄に来て、沖縄からまた関空に戻るというような、その一つの飛行機をずっと使ってるんですけど、例えば千歳が大雪になった時に、まあ、あの、かなり遅れて出発するので、その後ろの沖縄に着いたその飛行機の、まあ、遅延を決定したり、で、それをつなぐために飛行機を変えたりというようなそのダイヤ上のつなぎですね。そういったのを主に今やってます。え、あの、
完全その辺はもうど素人なんで、ど素人の質問していい？はいはい。こう、つなぐっていうんだけど、飛行機って、1日、大体何時から何時まで飛んでるの？一機って。これ言っていいのか分からない。まあ、ずっと飛んでると思っていた方がいいですね。飛行機はあまりこう寝てる時間はないですよね。ただ、まあ、今このご時世なので、まあ、夜、国際線は今ね、ほぼ、飛んでないんですけど、まあ、国際線が飛んでる時っていうのは、飛行機ともずっと四六時中動かしてましたね。で、まあ、国内線だけに限ると、まあ、空港そのものもね、滑走路をクローズして、夜は滑走路に点検したりします。夜の間は飛行機は寝るんですけどね。まあ、今はまあ今そういう状態になってますけど、飛行機はもうほぼ一日中、まあ、稼働してます、ね、飛んでますね。ってことは、当然、もう何でもだよね。今言ったように千歳から沖縄来て、そうですね、関空行って、関空からどっか行って、はい、でもう ずっとどっかに飛んでるんだ。はい、そうです、そうです。ちなみに乗員さんって1日何レグぐらい飛んでるの？バラバラ？大体は2レグとかですね、3レグぐらいは飛ばれてますね。ああ。はい。じゃあそれを乗員を、じゃあその乗員も、乗員の何？朝から飛ぶ飛行機はじゃあこの乗員。こっち着いてこっちに行く乗員はこの乗員って、うん、その乗員のやりくりもしてんの？あ、そうですね。これは、こういったものを全部その、OCC というですね、この運航を統制しているところがあるんですよ。うん、でその各部門、まあ、パイロットの勤務とか、うん、それからあと警備さん、この飛行機の整備の状況とか、うん、それからまた運航管理者、ディスパッチャーとか、それからお客さんのね、その動きとかっていう全部統括しているところが OCC というところで、うん、でそこでその OD がそういったのを全部見ながら飛行機を動かしていくような感じになりますね。それを中曽根さんやってるんですね。あ、いや、やってます。はい。もう30年前に飛行機をこう一緒に飛んだ中曽根さんがやってるわけですね。なんか不思議な話だな。すごいな。でも聞いた感じめちゃめちゃ大変だなと思って。例えばめちゃめちゃ天気がいい日だったらまだいいんだけど。うん、ねえ、さっきも言ったように日本って天気が刻々と変わってて、出発が遅れて、うん、遅延が出たとか、うん、いや、はい、それだけじゃなくて、ほら、例えばダイバーとか戻るとか、うん、ありますね。そんな時にはもう全部その後のフライトが全部影響してくるんでしょ。そうですね。それも淡々と調整をなさってるわけですか。でもそうですね。まあ、後ろね、釧路行ったりすると、まあ、釧路は非常に指定が悪かったりしてね、まあ、ダイバートといって、まあ、千歳まで行ったり、で千歳でまた燃料積んで釧路まで戻ったりっていう、まあ、そういったものがあるので、それ釧路からまたね戻ってきた飛行機の後ろの飛行機をどうするかっていうのはね、今その例えば地上にある飛行機を引っ張り出してきて、で乗員さんを当てがってそこをフライトを作ってそのまま定時で出すっていうね、まあ、そういったことをずっとやってます。これを繰り返し。わー大変そう大変そう。それって全部飛行機ももちろんそうだけど、それを飛ばす乗員さんだとか整備さんとかもろもろ関係してくるわけでしょ。そうですね。で特に乗員さんパイロットなんて飛行時間っていうのがなんか制限があるわけでしょ。そうです、そうです。でその時間内にねできるように、やっぱりだから本当チームワークですよ。本当にチームでやってますので、だからその乗員さんがもう時間来たらもうじゃあはいそこで終了で、だからそこに、まあ、乗員さんねまた新しく当てがってまた飛ばすとかね、そういったものも組み立てていくわけです。これパズルが好きな人はなれるかな。なれると思います。なんだ。いや聞いてたらさ、一つが変わって、あ違うか、なんかあれチェスとか将棋の世界かな。頭の中で組み立てるわけでしょ。そうですね。そうそうそう。これこっちの駒これしたらきっとこうなってみたいな。
ていうの今思ったけど、すごいな。改めて、中曽根さん、すごいと思いました。すみません。ありがとうございます。そんなことないですよ。そんな中でさ、この、OD っていう仕事を今何年目？今3年、まあでも、ディスパッチも兼ねてやってたので、まあ、運行統制っていう仕事は、まあもう、5、6年はやってますね。そっか。その中で、思い出に残る、一番大変だったっていうのは。まあ、一番大変だったっていうかね、やっぱこの仕事をしてて、一番やっぱり、印象に残るのが、やっぱ千歳の雪とかね、大雪が降ると、やっぱり、滑走路を雪かきしたりするので、その時間帯はやっぱり飛行機っていうのは上空でホールドしますからね。だからそのホールドしてる時間とか、それからもう、まあ、ホールドしてももうこれ回復の見込みがないということでね、どっかにダイバートさせるっていうような、まあ、そういう、そのタイミングとかっていうのはね、もう本当に毎日勉強ですね、もう本当に。そうまあ、だよ。まあ、大変ではないと思いますけど、やっぱりこれが、やりがいにもつながるかなと思いますね。じゃあ、あれか、本当に何もなくて、無事降ろすのももちろんやりがいがあるだろうし、何かあった時に、要は天気が悪くなった、まあ、遅延が出たっていう時、まあ、ダイバートしたも含めてそうだけども、その中で、きっちりその後を組み立て上げて、一日を終わってる時かな、なんかイメージ、そそうの。ですね。その時はやっぱりね、いや、今日はやったなという感じしますよ、やっぱり。でも、お客さんの側からしてみればさ、例えば、その千歳に行こうと思ったんだけど、雪が大変で、降りれませんでしたってなるわけよね。その人たちからしたらどっかに行くわけよね。もしくは出発に戻るとか。でも、そのお客さんもまた戻すの？例えば千歳としましょう。千歳に向かっている飛行機が降りられませんでした。どっかに行きましたってなった。そのお客さんってどうなるの？そうですね。着地っていうかね、その到着地空港にはもう基本本当に戻して、戻さないといけないので、だからその時は、もう千歳にね、ダイバーとして行った飛行機は、天候のタイミングを見ながら、また燃料を積んで、もう一回釧路にね、向かわせるっていうようなのもありますね。でもそれでもダメだったらもう地上交通使ったりとか、まあ、いろんなものが出てきますけどね。ただ、やはり到着地の空港にはやっぱり飛行機を戻したいというのは本能的にやっぱ考えますよね。だって天候、まあ、特に冬の北海道だったら雪とかでしばらく飛べない時があったら、やっぱり地上での輸送になるってこと？そうですね。もう見込みが立たない場合はそうなりますね。例えばこれさ、沖縄だったら夏台風があるじゃん。で、沖縄の台風ってね、沖縄の人は分かるけども、何日も居座るわけじゃん。本土みたいにパッて居座るわけじゃなくて。そうなった時には、沖縄の場合、地上輸送できないよね。できないですね。でもここがやっぱり島しょ県の泣きどころなんですよ。だから、やっぱりこれはね、まあ、致し方ないといえば致し方ないんですけどね。やっぱり安全が第一ですから、やっまあぱりね。そこをやっぱり踏まえないとね、もう絶対にその安全っていうのは必要で、まあ、安全のためだと立ち止まらんといけないので、やっぱそこはね、やっぱりどうしても守らなきゃいけないところ。だからそういうところをね、やっぱりこう守りながらやっていくのがね、やっぱり僕らの使命じゃないかなと思うんですよ。やっぱ空飛んでるものですからね。だから絶対にその安全は間違いなく確保、担保しないといけない。まあ、そこは絶対だと思うんですね。お客さんとして乗ってると、まあ、例えば沖縄、まあ、仕事もあるだろうけども、まあ、観光立県なわけだから、まあ、多分他の県もそうだと思うんだけど、お客さんみんな目的があってね、そこの向かってチケットを買って行くんだけど、自然の現象だからしょうがないって頭で分かってても、行きたいって気持ちは絶対あると思うんだよね、みんなね。理解できますね。ねえ。そういうのは出発前にちゃんと
一応説明していくの、もしかしたら降りれないかもしれないからとか。そうですね、はい、やりますね。だからその、まあ、本当にもう間違いなく降りれないときはキャンセルにさせていただきますけどね。やっぱりまあ、ある程度あのそのリミットの中っていうかね、その規定がありますから、その範囲内に入ってるときはね、やっぱり出発するんだけど、その向かってる間に、ね、風が強くなったり、息がやっぱり台風の場合もご存知のとおりあると思うので、うん、でもやっぱりこう安全にこれ降りれないなっていうのがあったら、やっぱりもう戻すっていうのはもう間違いなくやるので、やっぱそこは出発する前にはね、あのちゃんとあのお客様の方にはご説明をしてね、納得して乗ってくれるというような感じでしたね。今、出発前の話だと思うんだけど、その、そういう台風に向かっていくとか、千歳のその雪に向かっていくとかっていうときに、一応は、まあ、地上で判断して、機長とディスパッチャーが判断して行くんだけど、上空でのやり取りってしてるの？上空、はい、やってますよ。上空は、四六時中ずっと、この飛行機からデータも落ちてきますし、うん、まあ、その運航管理者とね、うん、我々 OD はその飛行機と の運航管理者ではないので、うん、飛行機とのやり取りはしないんです。うん、運航管理者の方でね、ずっと飛行機とやり取りしてて、今もう逐一どういう状況で、他社さんの飛行機がどこでどう揺れたとか、そういった情報をもうずっとリアルタイムで送ってるので、うん、そこはもう判断の基準。うん、それは、あれ、今は何、電話か無線、それともなんかテキストってどういう方法でやり取りしてるの、パイロットとディスパッチャーっていうのは。文字で情報をやり取りするあの無線のシステムがあるので、それで今ほぼやってますね。はい、そっか。なんかその一番最初の話に戻るけどさ、アメリカ行った時にさ、エイティスが聞けなくてさ、うん、気象情報が聞けなくて、ずっとトランシーバー使ってさ、たかだかね、何分かの何分もあるかなっていう情報を1日聞いて、やっぱり分かりませんって日があったじゃない。それは今テキストで出てきちゃうの？え？今はそういう気象情報もテキストで出てくる、プリントされるの？あ、出てきますよ。はいはい。いい時代になりましたね。なりましたね。だから聞き逃すことはないですよ。はい、ありがとうございます。時間がだんだん迫ってきてるんですけど、実は今回、ピーチ月間というところで、FM 技能の方にはピーチの方から、たくさんのプレゼントをご用意していただきました。第1回目、第2回目、第3回目、そして今日第4回目の、文字、キーワードですね、はい、4つつなげて、視聴者の方々に応募してもらうんですけども、その4文字目の、言葉、キーワードでは発表お願いします。はい、発表します。2です。2 2はい、ラジオお聞きの皆さん、YouTube でご覧の皆様、最後のキーワードは2です。続けて、4文字をつなげると一つの言葉になるというところで、FM 議論パイロットなろう宛てにピーチプレゼント希望と書いて、完成した4文字のプレゼント、そして番組の、ご感想をご記入の上ご応募ください。締め切りは放送後1週間、12月3日とさせていただき、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきますですよね。はい、番組をもう本当にあと数分を残すことになってしまいました。いや、冒頭本当に自分と中曽根の30年前の懐かしい話から始まって、こうやって話すのも本当正直言って20年ぶりぐらいの期間が経ってしまったんですけど、もう本当に昨日のことかのように思うぐらい、このバーンと叩かれたのを思い出したり、アメリカとの楽しい生活があったり、してます。この中曽根のように結局、パイロットになりたかったんだけども、そうでなかったっていう人もいると思います。もしくは、うん、今後パイロットになりたいけどもそういう気持ちを持ってっていう人もいるかもしれない。なんかそういった方々に何かメッセージがありますか？うん、そうですね、やっぱり諦めないことと、あとやはり冷静に自己分析することかなと思います。やっぱり飛行機というのは非常に安全を重視するものなので、やはりそこの判断というのかな、それやっぱり大事だなと思います。それとそこに目指して焦点を置いたらもう諦めない、そのまま突き進む、やっぱりこれ大事かなと思います。はい、
素晴らしい言葉でまとめていただきました。ありがとうございます。はい。今日のゲストは、ピーチアビエーションの OD の中曽根さんでした。貴重なお時間、関西空港からお話ありがとうございました。それでは、玉の花のパイロットになろう。この番組は国内初の日本人 FA 試験官が熱血指導する FSO パイロット留学のアカデミーの提供でお送りいたしました。ありがとうございました。また来週。ありがとうございました。おきに。おきに。